このバンドが登場です。自己紹介お願いします。こんばんは、ルナシーのベース J です。どうもドラムの深夜です。はい、よろしくお願いします。深夜さんとはもう1年ぶりぐらいでございます。そうですね、あの、うん、ゼップの、あ、そう、はい、マジで楽屋インタビュー、楽屋インタビューからね、以来でございます。うん、あのトイレに行きたくって、うん、アンコールの時戻ってきたら出す曲間違えたっていう話を。そんなことあった？そう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 、あれ以来でございますけど、はいはいはい、はい、うん、お二人の近況もまずは見ていきたいと思いますが、うん、深夜さんはですね、相変わらずゴルフだと。あ、そう、よく知ってんね。いやいや、どれぐらいの腕前に。もうね、ほんとね、もうずっと上手くなんないの。これね、どうにかして。いや、多分謙遜してますよ。いやいや、ほんとほんと、あの龍一さん結構えげつないじゃないですか。龍一さんえげつないですよ。龍一さんえげつない。うん、やってました結構。龍一さんと一緒に回ることもあるわけじゃないですか。ありますよ。あの、どういうことになるんですか。え、もうボッコボコにしてね。終わる、ボッコボコにされて終わるんですけどね。あの深夜さんがちょっとこう、キュイーンって負けてしまったりした時の龍一さんはどんなコメントをされるんですか。あの、いや大丈夫だよ。優しいですね。言ってくれるんですけど、まあ僕の心の中では大丈夫でも全くないんですよ。はいはい、ちょっと走ってる。そう、走ってる。ジェイさんはあのスポーツはされないですか。スポーツですか。いやいや、あのスポーツというか、あの自分でトレーニングというか、あのキックボクシング始めたりとか。あ、はいはい、すごいね。ね、いや、それをやってるぐらいかな。あのゴルフに誘われないんですか。多分ね、あのみんな J は来ねえよ。ちょっと似合わないもんね。似合わない。あ、まあ J さんがゴルフを始めたら離れていくファンは多いと思います。ちょっと球が小さすぎる。イメージ的に。イメージ的にね。そうそう。あの他のギタリストのお二人はされないんですかね。しないですよ。ただ杉蔵のお母さんとよくやってるんですよ。え、最近ゴルフ。いや、最近なんですかね。そう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 。なんで。なんでもう今杉蔵より仲いいんじゃないかな、お母さん。なんでそんなことになるんですか。いや、まあ、あの結構ゴルフをやってるって、まあ、地元は一緒ですよね。はいはいはい、はい、ゴルフやってるって知ってたんですよ。で、もうあのお声掛けしてもらって。へえ、なかなかね、なかなかないですよ。なかなかないよ。息子のバンドメンバーと一緒にゴルフ行くってあんま聞かないパターンですけど。そうですよ。杉蔵さんのお母様はゴルフはまあまあうまいですよ。あ、お上手なんですか。お上手ですね。素晴らしい、はい。